24番、羽生結弦さん、 ANA。 この4年間で、おととい初めて明言したオリンピックへの思い、その道の先にオリンピックがあるならばそこを目指したい。初披露のプログラムは、孤独の中で希望に手を伸ばし掴み取るイメージです。伸ばした手の先にオリンピックの光は見えるのか。4回転サルコー、きれいに決まりましたね。高さもありました。出来栄え点の速報値は4点を超えています。4回転トーループ、トリプルトーループ。バタフライからのフライングキャメルスピン。トリプルアクセル。足換えのシットスピン。コンビネーションスピン。すごい。一つの揺らぎもなく、これぞ羽生結弦。シーズンの初戦、大事なオリンピック選考会、そんな言葉が小さく見えるほど、やはりこの羽生は大きな存在です。演技が終わった瞬間、埼玉スーパーアリーナが少し、本田さん、はい、揺れたような、そんな感覚を持ったのは私だけでしょうか。どうですか。いや、本当にこの演技素晴らしかったですね。すごかったですね。初めて今シーズンの演技を迎え、そして初めての
ショートプログラム披露の場、この全日本選手権です。4回転サルコーが出来栄え点速報値で 4.57 という非常に高い GOE、 そしてもちろん全ての要素でプラスの評価を受けています。さらにはスピンステップレベル4。まずは本田さん、プログラムの印象から伺います。本当にジャンプに入っていく前ですね、助走の段階で数々のステップを踏んでいましたね。ですのでジャンプを飛びに行くぞではなく、ステップの中にジャンプがあるプログラムになってたと思います、はい、羽生結弦にしかできない表現はどんなものがあるのかと思って探し続けたというこの曲です。やはり羽生結弦でなければ滑れないプログラムと言ってもいいかもしれません。音の取り方もそうですし、ジャンプも本当に音にこう合っていましたよね、はい。そしてこの4回転トーループの後、ここ一瞬深く沈み込んでから、本田さん、はい、このジャンプの出来いかがでしょうか。やはり羽生選手のトリプルトー、セカンドのトリプルトーをつけれる能力っていうのは少し沈み込んでも、はい、問題はないだろうなという印象はありましたね。そして表情も非常に集中力の高い、引き締まった表情をしていました。わっとアイスコープなんと高さ73センチ。このトリプルアクセル、バックアウトカウンターから入ってるんですが、その前にもですね、音と一緒にこうステップを踏みながら入ってきていましたね、そしてこの4回転アクセルを練習していることによって、トリプルアクセルの高さも、はい、普段の練習からも少し高すぎるんじゃないかと思うくらいトリプルアクセルの高さが出ていますので、はい、やはりそれが4回転アクセルをやっていたのがここに出てきたのかなと思います。このショートの振り付けはジェフリー・バトルとシェイリーン・ボーン、まあ、人気のある振り付け師2人がコラボレーションして作った。そして最後フィニッシュのポーズ、さらにはこの表情、オリンピック王者としてしっかりこの全日本合わせてきました。そしてオリンピックへの羽生の覚悟を感じる2分50秒間でした。アイスタッツの解析です。一つ一つのジャンプが非常に高い得点を叩き出しています。4回転サルコーは加点がついて 14.27 という高いスコアですね、はい、そしてコンビネーションも16点という2つのジャンプで30点以上、得点が楽しみです。ありがとうございました。全日本のショートということで言えば、羽生はここまで2年前の 110.72 というのが全日本での最高得点です。もちろん国内大会ですから ISE の自己ベストということではありませんけれども、その得点超えるのかどうか、そこに注目が集まります。羽生さんの得点、羽生は 111.31、 過去の全日本選手権ショート自己ベスト、ありがとうございました。111点台、頑張ろう、フリー頑張ろう。羽生、そして宇野、ありがとうございました。フリーもよろしくお願いします。オリンピックのメダリスト2人が凄みを見せます。